様々な言語のサイトで取り上げられている一本の動画から、映像には、小学校低学年と思われる一人の小さな女の子が、信号機のない横断歩道を小走りで横断した後に、停止していたそれぞれの方向のドライバーに、深々とお辞儀をして、丁寧に感謝の気持ちを伝える様子が映し出されています。歩行者がいる横断歩道での停止はドライバーの義務であり当然のことなのですが、それでも会釈などをされると、すがすがしい気持ちになるものです。外国人からすると、女の子、さらにはドライバーの振る舞いは、とても日本的かつ美しい光景に映ったようで、コメント欄には感動を伝える声が殺到していました。海外の反応。オンリー・イン・ジャパン。私の国も、数十年前は礼儀のある国だった。だけど、今ではもうめちゃくちゃオーストラリア。この映像を見たとき、感動で涙が溢れてきた。私があの場面に出くわしたら、女の子にトロフィーあげるね、台湾。日本。またの名を、ザベスト。結局のところ、こういうのは教養が全てなんだろうね。マレーシア。ああいった場面で感謝する人間なんてこっちには皆無だぞ。少なくともかなりレアであることは間違いない。フランス。日本の社会は礼儀で成り立ってるから。そして、それが非常にうまく機能してる。アメリカ。日本人はフランス人よりもはるかに礼儀正しい。実際に日本に行った時にそれを強く感じた。フランス。可愛すぎて燃え死ぬ寸前になってるんだが。スウェーデン。驚異的で感動的な光景だ。I love Japan オーストラリア。俺も日本が大好きだ。お金さえあれば、向こうに引っ越したいくらい。スウェーデン。日本人には礼儀があり、それが国家の威厳につながっている。俺たち、比べちゃダメだろ。マレーシア。日本人は、特定の宗教を信仰してないのに、民度が高い。こっちとは侵略ですが、インドネシア。ドライバーが止まったことにも驚いたよ。こっちの人間が見習わなきゃいけないことが満載だ。オーストラリア。素敵なドライバーさんたちへのご褒美ですね、フランス。こういう光景って、ザ・日本って感じだよね、台湾。俺の国の場合だと渡ったら引かれちゃうから、感謝を伝えることなんてできないんだな。これが国籍不明。私はいつもハンドジェスチャーで感謝の気持ちを伝える。だって止まってくれる人がレアなんだもん。そりゃめちゃくちゃ感謝したくなるよ、フランス。日本では礼儀は日常の一部になってるんだよ。また早く日本に戻りたい。それと自分ももうちょっと礼儀正しくなろうって思った。香港。日本人はどんだけクールな存在になれば気が済むんだ。マレーシア。個人的に日本はアジアのカナダってイメージ。イギリス。これが日本の凄さだよ。こういう光景が日本以外の国で見られるとは思えない。日本在住。僕の国の人間ならまず止まらないから、こういう素敵な物語が発生する可能性はゼロに近い。インドネシア。これを見ても日本人を愛せないなんて不可能でしょ、アメリカ。良い文化だな。素晴らしくキュートじゃない？オーストラリア。それにしても、自分の国を卑下するコメントが多すぎだろ。全体の8割くらいがそうじゃないか。国籍不明。俺たちが、絶対に日本に追いつけない理由がここにある。ヒューマニティが残ってるんだ。日本は、完璧な国と言っても言い過ぎじゃない。日本在住。日本には、お辞儀をする文化があるわけだから。フランス人より、日本人の方が礼儀正しいってことじゃないと思う。単純に文化の差なんじゃないかな。フランス。文化の違いであっても、俺は、お辞儀の方が好きだ。フランス。フランス人の 65% は、おはようすら言わない。30% がまずまずで、本当に礼儀正しい人は 5% くらい。日本人は、人に迷惑をかけたくないって意識が強い。だから、礼儀正しい国民だと認識されてるんだよ。フランス。日本は、ちゃんと文化のある国だからね。信号もないのに、ドライバーはちゃんと止まって、子供は、そのことに対して、感謝のお辞儀をする。それも1回だけじゃない、2回もだ。マレーシア。台湾はひどいよ。他の国を見ると、何で、台湾に進歩がないのかが理解できる。台湾。日本が、大好きな理由の一つは、国民が感謝を示せる人たちだからなんだ。俺も、子供たちに感謝を伝えることの大切さを教えてる。ちょっとしたことでも、感謝の気持ちを忘れない。成功するためには、一番大事なことだと思う。フランス。教養の文化でまとめられることが多いけど、日本は特別だよね。ドライバーも子供も、どちらも素晴らしい。インドネシア。日本人としての生き方は、幼い頃から始まってるんだな。あの女の子の振る舞いを見てくれよ。女の子だけじゃなくて、ドライバーからも敬意が感じられる。本当に感動的な光景だ。国籍不明。先進国っていうのは、ただ、単に科学が発展してるとかじゃなくて、国民の日々の生活の中に、こそその本質があるものだと思う。進んだ国は、やっぱり、国民が礼儀正しいんだ。あの女の子の礼儀にしても、ドライバーのマナーにしても、やっぱり先進国ならではのものなんだよ。経済的に豊かであろうと進んだ技術を持っていようと、国民に規律がなければ、進んだ国とは言えないんだ。マレーシア。国民が、こんな礼儀正しいんだもん。この世界に親日家が多いわけだよね。フィリピン。